上海偏見部門は7日、国慶節、建国記念日、連休に中国人が、最も多く渡航した国は日本だったと、発表した。7日付で中国新聞アミが、伝えた。1日から6日までの6日間に、上海黄岐市から日本に、向かった中国人観光客は 48,200人。中国人の海外観光客全体の、21.40% を占めた。人数は前年比 68.53% 増。東南アジア路線はタイが相変わらずの人気を見せた。上海黄岐市からタイに旅行に出かけた人の数は前年比 42.86% 増。韓国に行った人は MERS などの影響から3万人を割り込んだ。編集翻訳、あずきさわのりこ。